さ、パート20から22は何とも言えない音質を披露。あれ、ちょっと待って、コントローラーが違う。あれ、コントローラー、あれ、ちょっとコントローラー、お、ちょっと待って、コントローラーし、あれ、俺のコントローラーどこ行った。ちょっと待って、動かねえんだけど。あれ、あれ、あれ、え、ちょっと待って、なんで、なして、なして、ちょっと、おい、あ、動いた。あれ、あれ、あれ、嘘、え、ちょっと待って。マイク戻った。え、刺さってんだけど。今一瞬方向転換したんや。何が気に入らんねや。何が気に入らんねや。よし、息かけろ。これでも息かけるのは寿命縮めるらしいぞ。お、おかえり。いやー、重さ軽くなったからいいんだけどさ。というわけで、マイク環境がちょっとパワーアップして帰ってきました。今回はですね、単純な、マイクを良くするとかじゃなくて、マイクアンプというものを買いましてね。要するに、パソコンとかで音を上げるっていう行為はですね、マイクとかから音を入れるじゃないですか。それをパソコンで増幅させてるんですね。するとパソコンの中でノイズってあるので、そのノイズも含めて大きくなってしまう。だからザーっていう音がなるんですね。今回購入したマイクアンプはマイクを専用の機械に挿すんですよ。そのマイクアンプっていう、で、そのマイクアンプという機械はその時点でマイクの音だけを増幅するので、要するにパソコンくんの世話にはならぬみたいな、イメージとしてはそんな感じですね。お分かりいただけただろうか。なのでさーという音はほどほどに、マイクの音だけ綺麗に大きくしてくれるという素敵なツールですね。というわけで、まあ今度こそ今までとは比べもならないぐらい音質が良くなっていると信じたい。不意に感じる不快感がこれで綺麗になくなってるといいんですけどね。よし、まあ無事配信環境が改善したところで、気合入れてやらいでやっていくつもりだったんだけど、ちょっとした放送事故がありましたが、で、前回のエアライドのおさらい、確かパート21では重くて前に飛んでなかった。で、パート22、前回は気候はあったし、あ、重くなっちゃったか、まあいいや、軽かったんですけど、最高速が足りてないから風の向かい風の影響にたやすく破れて、思いのほか飛ばなかったって感じでしたね。まあなので、あれですな、軽くするんだったらよっぽど早くしておくか、まあバランスが 大切ですな。あそこまで極端だと結果が変わるということを、まあデータとしてね、こう自ら納得する形で、よし、データを入手したので、うっす、そのデータを生かして今回は今までにないぐらいいいスコア目指しちゃおうぜ。まあ、ちなみにエアグライダーはそんなにスコア最大取るのは珍しくないんですよね。前回のシリーズ、そう、ニコ動でメインでやってた頃のエアライドシリーズで、確か往復してスコア0取るっていうのをやってたはずなんで、はい。なんで今回のパートで、まあ奥まで行きたいね。とりあえず奥まで行こっか。タックルに気をつけてね、たやすくやられるぞ。特にドラグーンさえ取っちまえば簡単なんですが、こういう時にドラグーンの出番なんだけどね。こういう時に伝説のマシンはなかなか集まってくれないよね。よし、最高速。前半数分のミスを帳消しにする強化をしていきたいね。残念、外れか。今回パーツないかもね。じゃあそこそこにスピードが速いマシンを乗っていけばいいんですけど、防御アップと飛行間に合わない。くー、やるね。ターボスターがやけに落ちてるけど、おっとっと、あれ消えた。お、飛行かな、違うわ。飛行能力がさすがに足りてないと余裕ではないので、やっぱ飛行系の競技はそれ専用のマシンに乗りたいところではありますな。おお、タック君近いね。上の方にいるか。ああ、なるほど、城か。というか矢印あるんだな。あんまりマップ見ないもんだからさ、普通にいますね。おいっす、おいっす、重くしてんじゃねえよ人のマシンを。よもういいか。
いや、よくねえんだけどさ。まあ、エアグライダーは、重さはまあ、多少は許されるはず。ハイジャンプですね、許されないのは。前回のマシンはハイジャンプだったらめちゃくちゃ強かったと思いますよ。種目とマシンの強化が噛み合うパターンって意外とないよね。現時点のライトでもかなり強めなので、まああとは、ああ重さ取るかどうか悩ましいところだかな。ウイングぐらいに乗っておくか。乗れたらの話ですがね。いいねいいね、箱を壊す速度がすごい上がってるよ。確かさっき、うわワゴン状態にされた。お前取ってんじゃねえか俺のマシンを。よ、その身で償え、その罪を。ナヌ？ナヌ？やってくれるんじゃねえかあいつ。私の完璧なプランが崩壊したぜ。ほらほらほら、よし、まあとりあえず1台は潰したのでよしとしましょうか。で、イベント見てなかったんだけど、変態か？あれ？変態じゃないの？いいマシンに乗らないとな。あれ？なんだこのイベント、この BGM イコール変態だと思ったんだけど、つうか時間がねえんだ。今豆粒見えない。あったあったあった、変態だ。どこだ、真上、たけー、おおタイミングを考えろよすっ飛んでったわ。はい、まあでもなんかチェック埋まったんで、飛行だけはべらぼうに高いんで、うっす。まあライトはね、適性がないわけではないです。多分ウイングに勝てるかどうか微妙だがね。あとは、よしよしよし。とりあえず、A ボタンプッシュしちまったら、あれなんですよ。高度が上がらなくなっちゃうので、これで勝てると思うんだがね、ウィング君がふわりふわりと来るから、もしかしたらウィングに負けるかも。今回のスコアはおそらく、820ぐらいじゃねえかな、よくて。820ぐらいだと思います、多分。私の目測が正しければですが、まあ逆に、これで820超えたら、本当にエアグライダーはぬるいなってなってきますね。いや、やっぱね、ある程度の重さあると勝てますね、風には。これでも1000いけそうですね。奥も見えてきたし、ぴったり1000いくぞ、ぴったり1000いけ。あくあ、意外とウイングすぐ落ちてるね。という、まあこんな感じでね、まああれだ、奥まで行きたいね、今回のシリーズでも。できれば往復。はい。というわけで次回はね、ハイジャンプ行きます。ハイジャンプ。軽さを重視してハイジャンプ行きます。